この状況だからこそ待望論が出ています。2024年シーズンは歴史的な大不振で明かり目の見えない西武。チームを立て直すにもどこを取っても戦力不足であり、後任監督も苦労することは間違いありません。そんな中でも西武の後任監督には有力候補が次々と上がっています。そして苦境にあえぐ西武を本当に復活させられるのはあの男しかいないと言われていました。次期監督候補は西武 OB?2024 年の西武は球団史にもないような歴史的大不振のシーズンを過ごしています。1980年代の常勝軍団時代をはじめ、近年までほとんどのシーズンで A クラスとなっており、ここまでの低迷は予想されていませんでした。特にチーム打率2割そこそこと信じられないような頻打がクローズアップされがちですが、最下位低迷の原因はそれだけではありません。攻守で記録に残らない未熟なミスも目立っていました。西武の強みは投手陣と目されていましたが、中継ぎが不安定で大量失点で試合を壊すケースも多く、課題は山積みです。2023年に勝利の方程式を担っていた中継ぎは揃って不振で、層の薄さを解消できていません。5月18日に早くも自力優勝が消滅するなど歴史的な低迷に苦しみ、5月26日には松井稼頭央監督の休養が発表されます。後任は渡辺久信 GM が監督代行を兼任することとなりましたが、その後も浮上の兆しは見られません。2025年は新たな監督を据える方向性ですが、これまで西武は OB を監督に据えてきた歴史があります。内部昇格で最有力候補とされるのが西口文也2軍監督です。西武一筋で現役通算182勝をマークし、引退後は球団編成部1、2軍の投手コーチを歴任し、2022年から2軍監督となりました。物腰が柔らかく、松井と同様に選手やコーチとのコミュニケーションを重視していますが、チームがどん底の状態で1軍の監督を託すのは荷が重いという声が聞かれます。また、2017年から2022年まで西武の監督を務めていた辻発彦の再登板も囁かれているようです。辻は2017年に3年連続 B クラスと低迷していたチームを1年目で2位に引き上げると、2018年、2019年にリーグ連覇を飾りました。破壊力抜群の打線で打ち勝つ豪快な野球のイメージが強いものの、走塁と守備もレベルが高く、2019年にはチーム盗塁134を記録しています。辻は1980年代後半から1990年代半ばまで西武の常勝軍団の中心選手として活躍し、勝つ術を熟知していました。球団関係者は、当時黄金時代を築いていたソフトバンク相手にリーグ連覇を飾ったことは大きな価値があります。今の西武に適任の監督だと思いますよ。と辻の再登板に太鼓判を押しています。他にメディア報道で挙げられる次期監督候補も、元ソフトバンク監督の工藤公康、秋山浩二と1980年代後半から1990年代前半の西武黄金時代を支えたメンバーです。ただスポーツ紙デスクは、ソフトバンクで5度の日本一を飾った工藤さんは申し分ない人材です。ただ監督を7年間務めて現場の監督はやりきった思いが強いだろう、とコメント。また秋山も何度も西武の監督候補に挙げられましたが、実現しておらず、ソフトバンクの監督を退任して10年経ちますし、可能性は薄いと思いますね、と語っています。この中でも復活を本当に期待できる監督として、あの人物の名前が挙がっていました。西武を復活へ導く男。2024年は最下位を独走し続け、苦しみ続けた西武。松井の休養後は渡辺が監督代行を務めましたが、一向にチームの状況は好転しません。9月20日時点で5位のオリックスに 14.5 ゲーム差をつけられ、最下位が確定しています。
不振の続く西武の本拠地ベルーナドームはレフトスタンドから三塁スタンドにかけて西武ファンの空席がかなり目立ち、1試合あたりの観客数は1万人を切る勢いです。渡辺がチームを上昇させられれば、そのまま2025年以降も監督を務める予定でした。しかしチームは低迷したままで、ファン離れも深刻なため、渡辺の退場はやむを得ない状況です。これまで西武の監督は球団 OB の就任が長く続いていますが、もはやなりふり構ってはいられない状況に追い込まれています。2024年6月下旬に開催された西武ホールディングスの株主総会では、株主から OB でなく勝てる監督をという要望が出たそうです。この要望には賛同の声が多く、会場には大きな拍手が響き渡りました。時代も変革期を迎え、様々な価値観も生まれている昨今、生え抜きにこだわらず新しい風を吹き込むこともチームを立て直す上で必要なことでしょう。歴史的大不振で新監督を据えるのが不可避な流れとなっている西武では、水面下で次期監督選考が開始されています。早急な強化ができなければ、西武は暗黒時代に突入するでしょう。西武 OB という縛りを撤廃した場合、NPB の監督経験者の中では、アレックス・ラミレスや井口忠人の評価が現場で高いといいます。そんな中、ここに来て有力候補に急浮上しているのが、中日を率いて黄金時代を築いた落合博満です。落合は中日の監督を務めた2004年から2011年の8年間で全て A クラス入りし、リーグ優勝を4度達成しています。また、日本シリーズには5度進出し、2007年には球団として53年ぶり2度目の日本一に導きました。このように監督として輝かしい実績を残している落合は、戦力によらず結果を残してくれる監督だと言えるでしょう。西武は戦力の観点では圧倒的に不利な状況に置かれていますが、この戦力がすぐに補強されるかといえば難しいところ。しかし落合は補強に頼らない監督としても有名です。2003年10月8日、落合は新監督就任会見の席上で高らかに補強凍結を宣言しました。落合は現有戦力の 10% 底上げによって優勝は十分可能だと明言したのです。当時のセリーグといえば、巨人と阪神がいわゆる札束構成で歯を競っていた頃、2003年になんとか A クラスにとどまった中日が補強なくペナントを奪取するなど、絵空事と受け止められても仕方がない状況でした。しかし落合は現有戦力で巨大戦力を持つ巨人と阪神に対抗し、見事優勝を成し遂げます。そんな落合の戦力にとらわれない熟練した監督術は、今の西武に最も求められるものでしょう。落合は2011年限りで中日の監督を退団していますが、退団後も他球団の監督で待望論が上がり続けた名将です。西武に選手としても監督としても在籍をしたことがない落合がやってくれば、良くも悪くもチームにとって劇的なカンフル剤となります。西武グループの関係者は、この状況だからこそ落合待望論が西武ホールディングス上層部から出ていますと内情を明かしました。チームがどん底状態の時だからこそ、インパクトのあるコーチングと采配ができる落合が求められているのです。落合の西武での監督就任には障害がないように思えますが、実はある課題が残っていました。名将野村を超えられるか。落合の監督復帰には年齢という課題があると言われています。名古屋のテレビ関係者は、監督であれだけの実績を持つ人はなかなかいない、個人的には西武をどう再建するか興味がありますと前置きしつつ、このように続けました。けど2024年で71歳を迎えるので、体力面を考えると、監督就任は考えづらいですね。西武もオファーはしないんじゃないですかと否定的な見方を示したのです。しかし落合同様に名将と呼ばれた野村克也も、年齢による不安が叫ばれていたものの、高齢で監督を務めていました。
2005年オフに野村は球団創設初年度に最下位に終わった楽天の監督就任要請を受諾し、5年ぶりにプロ野球界に復帰しています。日本のプロ野球において70代で監督となったのは仰木彬に次いで史上2人目でした。監督就任に際し野村は、このおじいちゃんに監督の要請が来ること自体、プロ野球に後継者が育っていないことを意味しているとコメントしつつ嬉しそうにしています。そして野村は1年間監督を続け、仰木の持つ最年長監督記録を更新しました。そして野村の監督人生の集大成となった2009年は、弱小球団と言われ続けていた楽天が覚醒し2位へと躍進したのです。2009年のオフに監督を退任することとなった野村ですが、まだまだ監督を続けることに意欲的で、体力には問題がなかったと言われています。このような前例からも、70代に入ったからといって高齢を理由に監督を打診しないのはナンセンスでしょう。そして名将と呼ばれる2人ですが、意外にも監督としての考え方は違いました。落合は、頭で野球を理解させてから練習をした方が効率がいいという野村の指導論に理解を示しながらも、このように語っています。体力がなければいくらいいものを教わっても壊れる、だから俺は練習させる、体で覚えてもらうとコメント。続けて、どっちが正しいのかはわからない、でも野村さんも俺の考えもわかるって言うし、俺も野村さんの考えもわかるけれども、お互いにそれをするかって言えばおそらくしないんだろうと語りました。お互い名将でありながらも考え方は真逆だからこそ、グラウンドで顔を合わせれば1時間も2時間も語り合ったといいます。その時の内容を落合は、ほとんど野球の話しかしませんよと明かし、本当野球好きだったんだろうねと当時を振り返りました。このように落合と野村には特別な関係性があり、そんな野村が70代でも監督を務めていたことは、落合の心境に変化を与えるかもしれません。落合は意識していた野村の監督最高齢を更新するべく、監督復帰に乗り出す可能性もあるでしょう。そして落合が監督に復帰すれば、プロ野球がさらに盛り上がるのは確実です。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。